U17 女子日本代表は5月10日、インドネシアで開催の U17 女子アジアカップグループリーグ第2戦オーストラリア戦に臨んだ中、今大会初先発の FW 佐藤桃サロワンウェーキ、大小学園高が前半3分、10分と得点を決め、いきなり躍動。その決定力の高さに SNS 上では、すごいストライカーになりそうな雰囲気との声も上がっている。動画 まさに、規格外、のヤング・ナデシコ新生16歳170センチメートル超え長身 FW が決めた2つのゴール。立ち上がりからプレッシングでオーストラリアを苦しめた日本は、前半3分に自陣からロングボールを最前線に送る。この試合、1トップで先発起用された17歳の佐藤がこのロングボールを胸トラップで収めて前を向く。そのままゴールへ向かい、 左足を振り抜いて先制ゴールを決めてみせた。さらに前半10分、MF 菊池かなからの左クロスに中央で再び佐藤がダイレクトで合わせて追加点をダッシュ。開始10分でいきなり2得点をもたらす高パフォーマンスを披露した。初戦の対戦では16歳 FW 津田愛の音、マイナビ仙台レディースユースが2得点の活躍を見せた中で、 もう一人の若きストライカーが存在感を示している。高い技術を発揮した先制シーンを含め、佐藤の実力に対して SNS 上では、すごいストライカーになりそうな雰囲気、ロングボールをトラップ、スムーズに反転して狙いすましたゴール、大迫みたい、といった惨事が寄せられ、その活躍ぶりに熱視線が継がれている。